小竹歌劇団。小竹歌劇団は、1928年から1996年まで日本に存在したレビュー及びミュージカル劇団。出演者が女性で占められる少女歌劇の系譜に属する。小竹を母体として東京、浅草に本拠を置き、1930年代には東京一のレビュー劇団として兵庫県宝塚市を本拠とする。 宝塚少女歌劇、宝塚歌劇団と人気を競った。太平洋戦争を経て、戦後は本拠地、国際劇場の大舞台を生かした、グランドレビューを売りに人気を保った、1960年代頃より、徐々に低迷、1990年代にはミュージカル劇団へ転校するも定着せず、1996年をもって解散した。 の頭文字を取ったの通称でも知られた。大阪府に現存する大阪日本歌劇団旧、大阪小畜歌劇団は姉妹劇団である。1914年、阪急グループ創業者小林十三により、兵庫県宝塚市の宝塚新温泉パラダイス劇場に宝塚少女歌劇団が結成され、日本における少女歌劇の歴史が始まった。 1918年には、広島県広島市に、羽田少女歌劇団。1919年には、大阪府大阪市に、美和少女歌劇団。1921年同じく、大阪市に、何は少女歌劇団が結成され、少女歌劇の波は徐々に拡大していった。1921年、宝塚音楽歌劇学校の講師であった、梅本陸平、梅本陸平が、 宝塚公会堂で舞踊、春から秋へ、を、上演、時の大阪松竹社長、白井松次郎がこれを鑑賞し、松竹版少女歌劇、松竹学劇部設立への大きな影響を受ける。1922年4月、白井は、宝塚から、梅本や作曲家の原田純らを招き、天下茶屋の松竹号名会社分室内に、松竹学劇部生徒要請を創設。 夏までに30名ほどの生徒が集まり、12月に支援とも言うべき、字の踊りを上演。翌1923年より、道頓堀小畜座を拠点に、短期公演を中心とした工業を始めた。当初はお荷物扱いであったものの、1926年4月に上演した、春の踊りが大好評を博したことにより、以後工業的な軌道に乗った。春の踊りは、 加害風の出し物をレビューにアレンジしたものだったが、1927年、宝塚少女歌劇が、フランス式の豪華なレビュー、モンパリを上演すると、松竹楽劇部でも用部が大きく取り入れられるようになる。1928年に上演された、松竹ザダンスにおいて、映画的なテンポ、エロティシズム、巧妙な場面転換といった、松竹レビューの基礎となる要素が確立された。 小竹学劇部公演は映画上映に併設されたアトラクションという形で上演されていた。1928年8月31日、浅草小竹座が開場した際にも小竹学劇部が大阪から上京して公演を行った。この公演、虹の踊りは東京でも好評を博し、小竹学劇部支配人、加茂十右衛門が白井と大谷武次郎、 東京小畜社長に対し、東京を本拠とする新たな学劇部設立を実施する。これが入れられると、ガムウは直ちに、東京府下の新聞に新学劇部の生徒、募集広告を出し、これに応じて、受験、合格した生徒14名を要して、東京小畜学劇部が発足した。12月には調教してきた大阪小畜の応援という形で、 昭和天皇即位に合わせて上演された宝宿行列で初舞台を踏む。稽古開始からわずか2ヶ月であった東京小竹の出演は第一系とフィーレのみで、いずれもその他体制の扱いであった。翌年もしばらく応援出演が続いたが、11月末より小竹ザフォーリーズで初の東京小竹単独公演を果たす。 さらに12月には、松竹ザダンスを単独上演し、以後東京松竹は大阪松竹から自立していった。1930年、第1期生の水野枝貴子が少女歌劇の生徒として初めて男性風に断髪し、以後、男装のレジンとして人気が急上昇する。デビュー人気が高まる一方、いたずらに戦場的であるとして警察から、 演出内容の指導通達も受けたが、翌1931年には、歌舞伎座において、ラーマー屋をお客色した、奪われし我れ外室前をもって、来日中の大国王、ラーマ七世の大乱に教され、社会的信用を高めた。学劇部長であるカモ重ジューエモンによる、積極的な運営もあり、東京小畜学劇部は、東京名物と言われる一大劇団となり、 本拠の浅草小竹座のみならず、歌舞伎座、東京劇場等でも優秀な興行成績を上げた。1932年10月、東京進出を図る宝塚少女歌劇が、新橋演舞場で、ブーケダムール公演をはじめ、これに対抗した東京小竹も、築地側を挟んだ対岸の東京劇場で、大作、ラブ、パレード演。 築地川両岸で松竹と宝塚による集客競争、通称デビュー合戦が始まった。両者は踊る松竹、歌う宝塚と対比され、この争いは宝塚が東京における新拠点、東京宝塚劇場を減るまで続いた。なお、ラブ、パレードの頃に東京松竹学劇部は名称を松竹少女歌劇部、SSK と改めた。 1933年6月、学団員による待遇改善要求に橋を発し、水野滝子を組織委員長とする労働葬儀、通称、桃色葬儀が起こる。翌月の妥結後に、加毛十右門は退陣、従来松竹座チェーンの参加にあった、松竹少女歌劇部は、松竹本社直属の松竹少女歌劇団となり、同時に、付属の団員養成機関、 小竹少女歌劇学校が立された。葬儀主犯の水野絵は一時禁止させられたが、10月末の単語ローザから復帰。同作は小竹歌劇始まって以来の大ヒットとなり、初めて全団員を用しての関西公演を行うなど、計160回公演という当時の少女歌劇における最高記録を作った。さらに人気を増幅させた小竹少女歌劇は、 1934年9月より本拠地を浅草松竹座から新宿第一劇場に移した。東京宝塚劇場の出現以来、松竹少女歌劇は積極構成を図り、単語老座以降は関西、中国、九州各地方へも巡業、先輩各の大阪松竹を本拠地に押し込める形になりつつも全国的人気を獲得した。 この頃の小竹少女歌劇は、水野枝滝こと、織江津坂を二枚看板としていたが、特に、ターキーの愛称で知られるようになった水野は、レビュー界空前の人気を独占し、ターキー時代を現出していると評されるほどの高い人気を誇った。またスタッフでは演出の青山杉作、振付の青山明を、装置の三林良太郎を三本柱として、レビューの王様とも呼ばれた。 名演湿気、白い鉄作りを要する宝塚と互角の争いを演じた。当時は各スターの施設講演会が臨立し、会員2万人を要した水の絵会を筆頭に、各講演会が競い合って、スターに声援を送り、舞台へテープや花束を投げ、またスターもこれにこうして、劇場内は異常な興奮状態を示していた。しかし1937年、 定員3600人を誇り、マンモス劇場とも呼ばれた、新本拠地、国際劇場が会場をされると、その巨大さゆえに、従来の松竹少女歌劇を支えた、スターとファンとの間の交換という魅力は失われていくことになる。1938年3月、松竹本社の機構改革が行われて新たに、歌劇部が発足し、東京、 大阪の両少女歌劇が一元管理されることになった。歌劇部長の大谷博士は両劇団を積極的に交流させたが、次局の戦時色が強まったこともあり本格公演は少なくなっていき、少女歌劇人気は低落傾向を示していった。作品も次局が反映されたものが作られ始め、日誌事変を題材としたマスラオ1937年が上演された後、 翌1938年の東京踊りには桜勝時という副題が付けられ、祖国のためにというバレエも閉園された。1939年には傍教の誓いを上演。そして同年9月のブルー・ムーンをもって少女歌劇の単独公演は一旦休止されることになる。以後はかつてのごとく映画上映に閉園されるアトラクションを建前として、 公演を続けたが、1941年末に太平洋戦争が勃発すると、上演内容についての制限も強化されていった。翌1942年には、フィリピン方面の昌兵遺門工業を3ヶ月に渡り行った。同年には、折江津坂、1943年には、水の江滝子と、全盛期を支えた男役スターが、相次いで対談。 1944年3月には、決戦非常措置要項により、国際劇場が閉鎖され、風船爆弾の製造工場として転用された。ここまでに対談者も相次いでいたことから、同31日をもって、松竹少女歌劇団は一旦解散。異門工業を目的とした、松竹芸能本部女子定身隊に改められ、内外で異門工業を打った。 1945年には、松竹舞踊隊として活動、8月に、大船新生劇団と法学座で工業中に、終戦を迎えた。終戦後の10月、松竹舞踊隊は30名の団員を要して、松竹歌劇団として、再出発。同時に新団員の募集も行い、11月には、戦後第一期生となる34名が新入団した。 翌1946年より、水の井などかつての関係者が所属する劇団との合同という形を取りながら公演を再開し、7月には戦後初の単独公演を行い、立ち直りへ向かった。1947年秋には東京大空襲で損壊していた国際劇場が集築され、復興記念公演を行った。1948年にはかつて毎年恒例と、 なっていた、東京踊りを復活させた。1949年頃からはその人気が再燃、ブロマイド販売の最大手として知られた、戦争マルベル堂においては、川地隆子、小月さえ子、明けぼのゆりといったスターの品が100万枚以上を売り上げた。1950年代に入ると、国際劇場の巨大さと、舞台機構を活かした演出法が編み出されていき、戦前とは異なる。 人海戦術を駆使した大規模省としての招致レビューが定着。国際劇場は観光バスが退去して訪れる浅草の新名所となった。1957年にはその歴史を通じて最多となる265万人の観客動員を記録した。数々のチームが設立されたのもこの頃の特徴である。 1951年には装置転換の際に起こる間延びを解決するため特にスタイルの良い40名を選抜したラインダンスチームアトミックガールズを創設。1956年には女性のグラマラス座を全面に押し出したチームスリーパールズを刷新しエイトピーチェスが創設された。エイトピーチェスはダンス技術に優れたものを選抜した8人のチームで 感能的なダンスを売り物とし、所属することが栄誉とされる名チームとなった。アトミックガールズとエイトピーチェスは1956年に芸術祭奨励賞、大衆芸能部門を受けている。気候面では1959年の夏の踊りにおいて地下に水槽を設置し、舞台広報に六段落としの幕府を創出したことが特筆される。また、屋台崩しなども得意演出であった。 1960年代半ば以降、小竹歌劇は、娯楽の多様化とミュージカルの人気に押されて、低迷を始める。雑木作家の不在により過去の作品に何度も頼っての、マンネリ化も見られ始めた。1960年代には、宝塚歌劇も、東京での観客数が伸び悩み、東京宝塚劇場の稼働を、通年から7ヶ月に縮小していたが、1974年に、 ミュージカル、ベルサイユのバラでブームを起こし、勢いを盛り返すことに成功する。小竹歌劇においても団員は、自主的にミュージカルに取り組もうとしていた。1970年に団内で結成された SKD ドラマグループがそれである。演劇界にミュージカルブームが起こる中、団員の間でもこれを上演したいという希望が高まり、会社が演技力付与と、 工場を目的に講演したものだった。しかし、講演回数は多くなく、第一回支援、恋伝授手習い館は、同年の秋の踊りの休園日に行われ、これを含めた1977年までの講演は、11人、林、1974年、支援1日、女だけのイオネスコ、1975年、講演3日、女だけのカモレッティ、 1977年、公演4日の4作品9日間で、作品傾向も難解なものばかりだった。1979年、小竹歌劇は、脚本、演出に、映画監督の山田洋二を迎え、ミュージカル作品、カルメンを上演して、新機軸を試み、さらに1980年には、森吉郎を理事長とする、上演実行委員会が決され、 文化庁公演の元ミュージカル、銀河鉄道392 SKD を上演したが、1982年4月の東京踊りを最後に、まず国際劇場が閉鎖される。最後の本拠地公演は、約4000人の観客を集めた。また、同年には、ソビエト連邦と東ドイツで、長期公演を行ったが、従来要請に行っていた、海外公演もこれが最後の例となった。 以後は、東京都内や地方劇場で公演を行ったが、赤字が続き、1989年3月、全団員が招集された場で、親会社の小築土地工業より、翌年3月以降、2年間の公演中止と、ミュージカル劇団へ転換が通達された。翌1990年2月25日、2500人で満員となった東京厚生年金会館において、 最後の東京踊りが上演され、これをもってデビュー劇団としての歴史に終止符を打った。この公演には76人が参加したが、終演後に11人が対談した。その後、ミュージカル劇団会の準備に入り、コーラスラインのツアー公演演出などを担当したバイオー,ークリーをブロードウェイより招き、さらにバレエの巻きアサミア劇団式からの指導も仰いだ。 しかし先行き不透明な状況もあり、さらなる対談者が続出し、準備期間中に、団員は38名まで減少した。1992年3月10日、ミュージカル転校後の初公演、賢い女の愚かな選択を、池袋サンシャイン劇場で上演。以後定期的に公演を行い、団員の実力については、高評価を得た。しかし男役をして、 作品ごとに外部から男性俳優を招くようになって劇団の定裁は崩れまた同様に演出家も作品ごとに外部から招聘していたため制作方針も定まらず1995年5月時点で団員は18名まで減少した1996年6月14日小畜土地工業は財団中の16名に対し 6月以降の出演契約を結ばないことを通達。これをもって、小畜歌劇団は解散することになった。解散公演がなかったことから、海京子、西木佐江子、紅江ないエミラ16名の最終メンバーが、銀座白品館劇場で自主公演、フロム SKD を行った。その後、元トップスターの千葉千鳥などにより結成されたスタスや、 同じく OG 発のバラバラいて SKD といった劇団がレビューの継承を歌い活動を続けている。小畜歌劇の公演内容は国際劇場以前にはオペレッタ形式のものが多かったが国際劇場への定着後は四大踊りと称した東京踊り、春の踊り、夏の踊り、秋の踊りに代表される大規模なレビューが主なものとなり歌劇団というよりは ダンシングチームによったものとなった。日劇ダンシングチームが、小畜歌劇のライバルだったという見方もある。1951年末の期間誌には、オペレッタの衰退を嘆いた、小畜社員から、4大踊りを国際劇場で、オペレッタを適当な規模の劇場でという提案も寄せられていたが、逆に、1957年頃から、主な公演は、4大踊りに集中されていった。 ただし、青アシタによれば、映画の閉園アトラクションとして始まった、松竹歌劇は、最初期から、ダンシングチームの性質を有しており、オペレッタが重視されたのは、レビュー合戦の時に起きた、宝塚化現象の一つであった。出し物では、各主要部を主体した、大場面や、チームダンスに定評を得、大きな特徴とした。他方、国産レビューとしての意識から、 歌舞伎の舞踊をもとにした日舞や民族舞踊、芸能も積極的に採用した。宝塚歌劇との比較では、松竹歌劇の方がよりスピード感と大人の男性の思考、色化を優先した演出を行っていた。これは、片や下町の浅草、片や山の手の日比や東京宝塚歌劇場という、両者が拠点とした土地柄の違いによるものともされるが、前述のように、 東京松竹が発足する以前から松竹レビューの基本要素にはエロティシズムが含まれていた。青字明日は次のように述べている。昔は図貨ファンにとっては松竹は下凡で見られなかったし、s k d ファンには宝塚は気取って花持ちならなかった。だが、二杯に分かれて、しのぎを削るほど本質的な違いはなかったにせよ。宝塚と松竹と、 それぞれのカラーと伝統があったことは言うまでもない。戦後の占領期には、小竹宝塚両方を取り上げる雑誌が複数刊行されており、ある程度観客層の重複もあったとみられるが、戦前からのファンには、両方を愛好するファンを、接しそうがないと批判する向きもあったという。1950年代以降、小竹歌劇団は、日本文化の紹介などを目的として、 国外での講演活動を旺盛に行い、世界の SKD を称した。1954年11月に、タイから新憲法発布記念として招聘され、東南アジア、タイ、シンガポールで講演を行ったのを皮切りに、1980年代までに、アジア、ヨーロッパ、南米、南アフリカまでを巡った。また、戦前には、水の得機構が、 親善施設という名目で渡米した例がある。団員は、時代により、女性、女生徒、生徒と,と呼ばれ、序列制度が確立してからは、上から、大幹部、大幹部待遇、幹部、準幹部、ベスト10、儀芸員に格付けられた。初めて幹部制が設けられたのは1931年に、体制を二組制とした時で、松組ットは、水の板た子 竹組筆頭は小倉美猫であった。獅子による記録上では大幹部が置かれたのは戦時中、小畜女子停心隊に改組された時で、川地隆子と南理恵の二人が任命された。大幹部待遇以上は小畜本社と直接契約を結んだ。原則として小畜音楽舞踊学校を卒業した者が団員となったが、 そうした制度が厳密ではなかった初期の頃には、養成所を経ず直接入団、入部する者もいた。高田舞踊団の解散に伴い移籍した、吉川秀子や、すでに歌手として有名な存在で、成り物入りの入部だった、小林千代子などがこれにあたる。なお、吉川と共に入部した、増田隆、後に、日劇団ンシングチーム演出、振付屋は男性であるが、 遺跡当初は舞台に上がっていた。舞台が完全に女性のみで占められるようになるのは、東京小竹学劇部から、小竹少女歌劇部へ変わってからのことである。東京、大阪の両小竹系歌劇団は、桜作区に、岸本水夫作氏、松本史郎作曲を愛称歌とした。1930年に、大阪小竹が第5回、春の踊りで初披露。 東京松竹では、同年の第1回東京踊りにおいて初披露され、以後松竹系歌劇を象徴する曲として歌い続けられた。漫歌は別に存在する。なお、宝塚歌,歌劇における同様の位置づけの曲が、スミレイの花咲く頃である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。